吉田さんは石スポーツ矢の沢店で、契約プロスタッフとして勤務され、またプロスキーヤーとして、あるいは雪並通信代表、あるいは政治のデモとしてですね、スキー技術の向上に貢献され、活躍されている方でございます。また皆さんも見てる方もいますけれども、 YouTube では吉田スキーサロンを立ち上げ、主催者としてですね、動画を配信しておりまして、一般スキーヤーのスキー技術の底上げにですね、中さんで本日お招きいただきまして本当にありがとうございます。私はですね、今ご紹介いただいたんですけれども、石井スポーツというスキーショップ専門店のプロスタッフという活動をさせていただいております。普通のプロスキーヤーと少し違うところは、ただ選手として活動してるですとか、そのレッスンだけをしてるというよりは、その雪上で皆さんと出会った接点をきっかけに、その方に合った用具のアドバイスであったりですとか、あとはその方に合っていても、例えばその方の次の目標に対してはまだちょっとそれじゃ足りないなとかっていうところのギャップを僕たちの提案の方で埋めていけるようなことをやらせていただいております。で、反対にこういうふうに理論で先に呼んでいただくケースも最近増えてきてるんですけれども、実際に理論でいろいろとお話しさせていただいて、雪上に出た時に、それを体現していきながら、実際に滑るを見ていただきながら、皆さんに実感していただけるというような形も取ったりしておりますので、いろいろな形で皆さんとスキーに関わるところで交流できるのかなと思って、今日も楽しみにやってきたんですけれども、主なテーマがスキーの進化と用具選びのポイントというところと、あと技術的な部分とというところで2つ大きく分かれておりますので、今ご紹介いただいた僕の M's スキーサロンという YouTube チャンネルでいろいろとスキーの情報を上げさせていただいてるんですけれど、実はこの YouTube チャンネルって、その1本の例えば動画、今日これ上げようかなと思って話していくとすると、例えば短くて5分、長くて10分前後ぐらいで収めないといけないので、本当はもっともっと話したいことあったりするんです。なんですけど、あんまり情報がたくさんになりすぎると伝わらないで終わっちゃったりとかっていうのがあるので、自分ではここも話さなきゃ、ここも話さなきゃと思うんですけど、全部切り捨ててアップしてるのがこの YouTube に上がった状態なので、ちょっとそのテーマに沿った部分を実際に皆さんにご覧いただきながら、本当はここも話したかったんだよっていう、その裏話じゃないですけれど、もっともっと補足するべきところというのもたくさんあるので、そういったところを、今日僕実際来れたので、少し入れていきながら、皆さんにお伝えできればいいかなと思っております。あとは、一部ですけど、僕シーズン中に使っている用具そちらに持ってきましたので、話の流れの中でちょっと説明で使っていく部分も出てくるのかなと思いますので、2時間ぐらいですね、僕の話として2時間ぐらい時間いただいておりますので、最後までどうぞよろしくお願いいたします。これ消しますか？はい、すいません、ちょっと今日はパソコンに入れながらの作業になるので、座りながらやらせていただきます。すいません。はい、用具の進化の部分、ちょっと後でお話しさせていただくとして、用具選択のポイントというところで、まずですね、僕の YouTube 動画で上がってて9万回再生されている今時のスキー選びのポイントというのがありますので、ちょっとその辺まずご覧いただきながら補足していきたいと思います。YouTube はこういう広告が入って収入が入るんですよね。皆さんこんにちは、 M's スキーサロンの吉田正弘です。今日は僕が所属している、Cスポーツ宮の沢店から、スキー板の選び方についてお話ししていきたいと思います。スポーツショップやスキーの用品店に行くと、たくさん商品が
一つ目に重要なのはスキーの長さですね。近年ですね、復活スキーヤーと呼ばれる方々もすごく増えてきて、スキーを投げようとしてある方々スキーヤーだと上空に乗せてくれるスキーヤーと触って倒れてる気もしてもスキーヤーと見えれば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 目線寄りだと操作性重視と、身長寄りだと安定性重視ということで、この範囲の中で選んでいただけるといいのではないかなというふうに思います。今の長さのところなんですけれど、よくその私コブ苦手なんで短いスキーにしますっていう声を結構いただくんですよ。ショップにいてもそういう声いただくんですけれど、コブでこう安定させるためには短いよりはちょっと長い方がいいですね。で、今お話あったようにそのスキーをこう振っていくとか、こう操作していくのが難しいなと、そもそもそういう動きがちょっとこうやりづらいなという方に関しては、こう短めのスキーから導入していくっていうのはまあなしではないんですけれど、そのシャドウが少しこう急になった時ですとか、まあ、コブがこう大きくなってくると短いとその影響っていうのをこうもろに受けやすいので、極端に長いスキー選ぶ必要はないんですけれど、今お話ししたところで言うとその身長ぐらいの長さがあっても逆に滑りやすかったりしてくるケースがあるので、一概にその短いスキーが使いやすいですよというわけではなくて、ある程度その用途ですとか、そのご自身のその特徴と合わせて選んでいくっていうところで見ていただけるといいかなと思います。もちろんその中でも初心者の方は、初めからスピードを出していけるわけではないので、例えばこれからスキーを始めて3段階で少し肩幅強いから予想は強いから下に上手に下に上手に上手に上手におおよその目安として、定価の価格帯を見ていただけるといいのではないかなと思います。定価の価格帯というのはその旧モデルとかがあると、もともと高い商品でも安くなってたりするので、そちらの値段を見るのはその、何年に出たのかっていうところがその今の売り値の価格帯になってくるので、そのスキーのスペックを見るためには定価の方を見ていただけるとレベルが分かりますよというところで今お話しします。実際 C スポーツにもスキー板でいうと大人用のスキーは5万円前後のものから10万円を超えてくるモデルがあります。スキーのレベルの差に関わってくる部分としては、このようにスキーを傾けてターンにつながっていくときに、実は目に見えない範囲でスキーのちょっとしたこのバタつきやトーションといったこうねじれが生じながら次の方向にスキーは進んでいくんですが、初心者用のスキーはそのバタつきやねじれがたくさん生まれるように作られています。逆に言うと上級者用のスキーはたくさん足元が動いてしまうと不安定になってしまうので、力が伝えられる方はよりしっかりしたものを好むためにバタつきを抑えたりトーションを強くするといった構造の違いが出てきます。この構造の工夫がおおよそなんですけれど価格の差に関わってきますので、先ほどお話しした定価で5万円前後、今のところちょっと難しいと思うんでお話しします。で、よく初心者用のスキーとか中級者用、上級者用のスキーというのはあると思うんですけれど、もちろん価格で差があるというところはあるんですけれど、一番はそのスキーの強度が違うんですね。で、初心者用のスキー、もしくは中級者用のスキーが安いから悪いというわけではなくて、その強度はそのスキーヤーのレベルに合わせてこう設定しているというところがあるので、例えば今お話ししたところで言うと、こういうふうにこうターンありますよね。で、ターンの前半部分、中盤部分、後半部分という形でこうあるんですけれど、初心者用のスキーっていうのは大体初心者なのに ここからこう捉えていく、前半から捉えていく、谷丸から捉えていくって難しいじゃないですか。っていうことを考えると、ここでこう圧を受ける方がやっぱり非常に多いというところがあるんですね。なのでここで圧を受けてもスキーが次の方向にこうスーッと進んでくれるような構造をこう取ってるんですよ。で、それが中級者用、上級者用ってことになってくると、よりこう早いタイミングから捉えられる方がこう増えてくるので、それぞれのポイントから捉え始めた方が後半のスキーの抜けっていうのがこうよくできるように作られているという違いがあります。なので初心者用のスキーはここで捉えても次に入れるんですけど、例えばいわゆるこうスキーが走るとか切れるとか、そのいいパフォーマンスをするっていうのはやっぱり難しいんですけれど、ある程度その
例えばハの字の方とか、そこからまあやっとこう揃えれるようになりましたよと、パラレルターンがようやくできるようになりましたよって方々にとっては非常にいいんですけれど、レベルアップを見込むのであれば、この中級者用、上級者用っていうゾーンからこう踏んでいけるようなモデルをこう選んでいけるといいかなと。それがまあ初級者用、中級者用、上級者用、スキーのそれぞれの圧をかけるべきタイミングのこう違いという形になりますね。この辺ちょっと動画ではあまり触れてないので補足しました。電気消していただきます、はい。スキーは主に入門編ですね、初心者向けと。10万円を超えてくる商品は基本的には上級向けと。その間にあるスキーが中級者向けというふうな形で捉えていただいて良いかと思います。はい、ここの部分も先ほどはまあちょっとこうスキーの圧を加えるポイントというところでお話ししたんですけれど、初心者用のスキーはやっぱりこのバタつきが出やすいですね。でこうねじれもすごくこう強く出やすいというところがあります。で意味合いとしては何分か前に説明あったんですけど、スキーってこうターンしていくときに、いわゆるこうカービングターンとかですと、ビシッとこうターンしているように見えて、実はすっごいこう細かい範囲でちょっとしたこの振動とねじれがこう出ながら、スーパースローモーションとかで見ると実はそういう風になってスキー展開されているんですね。でそういった振動とかこうねじれっていうのが非常にこう柔らかく出やすく初心者用のスキーを作ってるんですけれど、意味としてはやっぱり初心者の方がまずはスキーに対してこうしっかりとポジションを取れてないというところがあります。なのでポジションを取れていなくてもしっかりスキーがこうたわんでくれるように優しく作っています。でそれがだんだんこう上達してくると、まずはポジションが良くなるので黙っててもスキーに対してかかる圧っていうのが強くなってくると。で当然レベルが上がってるので出してく滑走スピードも上がってると。滑走スピードが上がればスキーに対する抵抗も強くなってくるので、いろいろなこう外的要因が重なってスキーに対する圧っていうのがこう強くかかってくるので、初心者の時のこのバタつきとかねじれがたくさん出るスキーを上級者の方が使ってしまうと、なんかグラグラして滑りづらいこれっていう風になっちゃうので、振動とかが上級者になるにつれて出にくいモデルをまあ選ぶようになってくると。で例えば、僕はちょっとフィッシャーというメーカーで契約してるので、このメーカー使ってるんですけれど、見えるかな、画像のこちらにあるのはアトミックっていうスキーで、こういうなんかバーついてるのが分かりますとか、あとそうなんですね、上部の縦に言うとかしてるとかあるんですけど、この住宅に削られたスポーツを見てるのでいくつぐらいの世界でセクリットとかあるんですけど、手を見せないようにできるんで、そしてシェットというのは思ってます。リアクションとしては、で、いわゆるその最初にお話ししてたその長いスキーの時、ノーマルスキーというか、その身長よりも長いスキーを選択してた時代っていうのは、そのベンドと呼ばれるそのスキーが逆に反ってる状態、わかります、逆反りですね。で例えばこういう平らなところに置いたら、昔のスキー、今もちょっとなってますけど、昔のスキーってセンター部分ボコってすごい高く浮いてたと思うんですよね。でそれはサイドカーブがないので、その逆に反ってるものを踏みつけて、でそのトランポリンみたいな感じで踏みつけて、でその反発を持って次のターンにこう入っていくっていうような手法を使ってたので、例えばポイントで言うと、例えば、あ、これ僕の YouTube チャンネル、ムズスキーサロンのオリジナル版。興味があるとサイドカーブがあって、例えばこう、ちょっと技術的な話にもつながってくるんですけど、こういうふうに傾けたときに、ここに隙間ができますよね。これサイドカーブがないとできないじゃないですか。でこのできたサイドカーブに対して体重がぐっと加わるんで、スキーがこうしなる、たわむっていう言い方をしますね。たわんだところにレールがこうできるんで、そこにぐーっと乗っていけばカービングターンになりますよっていうのが今のスキーの特徴なんですけれど、一時前からそれに加えてこうロッカースキーっていうのも出てきたので、
わかります。説明多分聞いたことあると思うんですけど、でそれはその傾けた時にグッと押せばたわみますよというスキーに対して、もう最初からちょっとこうたわませとくスキーっていうイメージなんですね。そうすることで傾けて体重加えればたわむんですけど、これちょっと力いるんですよ。ですけど傾けた時にもうすでにたわんでる形形状になってれば力ほとんど使わないですよね。なので、まあ、快適にこう上級者がこうたわませているような感覚を得られやすいですよと。あとはそれでいてこういうふうにこうスキーをフラットにした時にすでにちょっとこう浮いてるんで、その雪面と接地している面積が少なくなる分、まあ、操作性もしやすいですというところが、まあ、ロッカースキーのこう特徴だったりしたんですけれども、いずれにしても今のスキーとにかくそのたわませるたわませる、そのたわみをいかにきれいに簡単に作っていくかってところにこう注力して作られているので、まあ、そういったところで昔はこうプレート重ねたりしてた時もありますよね。なんですけど今はやっぱり比較的こう薄いものも多いですし、まあ、ある程度厚さがあってもグッとこう押した時にここのたわみが出やすいように作ってる形状って非常に多いので、その皆さんもその今の用具を扱っていく上ではスキーをたわませるんだっていうところの意識を少しこう持っていただけると、今っぽい滑りにこうなってきて、よりそういう風に滑ることで今こう快適な時代にこう来てるのかなと思いますので、そこをこうに注力して取り組んでいただければきっとこううまくいく部分たくさんあると思います。はい、もう一つですね、今回プラスしている正しいブーツの履き方についてお話ししたいと思います。正しいブーツの履き方を身につけることができる。これ僕ジーパンの膝穴開いてるのをこれ東京のお客さんにいつも YouTube 見てますって声かけられて、でプロもそんな穴開いたジーパン履いてジーパン買えないぐらい大変なんですねって。ブーツの性能を生かしていくことができますし、また上達のスピードも上がってきますので。スキーブーツを選ぶときってこうお店で履くじゃないですか。でなるとその坂道傾斜で履いてないんで、その痛くないってことは分かるんですけど、大きすぎるってことに意外と気づきにくいんですよね。で例えば痛ければ平らなところで履いて痛ければこのブーツ合わないって多分思うかもしれないんですけど、そのじゃあサイズアップっていう風にしていくと、あやっと痛くなくなったわで終わっちゃうんで、そこまでいくと今度は逆に言うとその大きすぎる可能性がありますよっていう話ですね。でスキーに関しては傾斜を下っていくスポーツなので、大きすぎると自分ではそのすごいいいタイミングで動いてるのに足がついてこないとか、それは技術的な問題じゃなくてその用具の方に原因があったりするケースがありますよっていうところでお話ししてるんですけど、特に先ほどのお話で言うと昔の用具の時はスキーブーツはやっぱり非常にこう硬くて窮屈でこう狭かったと。で特にその足裏の荷重点のバランスに実はこうポイントがあって、昔のスキー、まあ、もしくは昔のスキーブーツっていうのは母子球にこう荷重点を強く置くことでスキー操作をしていたと。で母子球にこう力がこう働くことで、まあ、踏ん張る力も加わりますし、そのねじれとかその回線的な動きがこうすごくしやすくなると。でテールの部分もちょっとこう軽く使えるので、先ほどお話ししてた通りテールを外側に振ったりとか、ここの反発を次のターンにつなげていくっていう動きがこうしやすかったっていう経緯があるんですけど、これ結構インフォなんですよ。3センチとか4センチとか違う人ザラにいますから、大学生とかだと大人になったら足伸びるってことあんまりないのでこんなギャップなかなかなくなってくるんですけれど、ちっちゃい頃ってやっぱり常にサイズアップでこう生きてきてるじゃないですか。で親御さんが運動靴も含めて選んでるので
足止まってるのに靴だけどんどん大きくなっていったりするんですよね。でぴったりしてる自分のサイズに合った靴っていうのに慣れてないんで、ちょっとでも窮屈、あ、ちっちゃいんだね、足大きくなったんだねっていうのを繰り返すんで、大学生になった頃にはもうとんでもないことになってるっていうのが結構あるんです。まずこのように両方の足を入れます。あのこの動画のコメントでこうそんなに簡単に足入らないぞみたいな感じの言われたりするんですけど、すごい早い。一応その僕はそのプロなので、そのここで手こずってる動画嫌じゃないですか、なんか履いてるのにドワーってやってるの嫌だから、あのちゃんと演技というかそのスムーズに入れるように意図的にやってますから。あとは意外とよくあるのは、そのレッスンとかでこう僕呼んでいただくじゃないですか、いろんなところに行って、朝集合時間皆さんカツカツな時ありますよね、なんかリフト並んでたりとか、ってなった時にバックル全開で先生遅れましたってこれ来るんですけど、そうなるともうバックルゆるゆるのまま走っちゃってるんで、もう足の位置も多分大変なことになっちゃってるんですよね。だからなるべくそのもう遅刻してもいいんで徹底してしっかりこう後ろ側に足を寄せながらこう入っていただく。そうしてしまうと、せっかくこの膝の下の インソールのところですね。スキーブーツ選ぶ上でやっぱり今インソール割とこうもうほぼマストアイテムになりつつあるので、入れてない方いらっしゃいますか？手挙げづらいですね、そのこれ良くないですか？痛いところ、ブーツが痛くなるんだけれども、そのお店に来て履いたら、いや今はちょっと痛くないんだよなみたいな、でも滑り始めると痛くなるんだよねっていう方結構いらっしゃるんですけれど、その方はブーツが合ってないんじゃなくて、その圧をかけた時、自分でグッと踏ん張った時にそのバランスが崩れてるから痛くなってるという、まあ、証拠というかそういう現象なので、なるべくやっぱりこういうふうにインソールを入れて足がこう中で動かないようにしてあげた方がいいですね。こういったインソールを入れることで、もうこれ以上広がらないですよという状態を作ってあげることが非常に重要です。それからよくある現象としては、ブーツはですね、シェル出しですとか、まあ、今熱加工という形で足型にフィッティングさせていくことができるんですが、立った状態でここが痛いなということで一回ポコッと熱をかけて出すとします。あ、よし、これで改善されたなというふうに思うんですけれども、また滑り始めると痛くなるということが起きてきます。これはなぜかと言いますと、ぐーっと力が加わっていったときに、もう当たる場所をしっかり出したのにもかかわらず、出すと足の逃げ場を作ってしまうだけなので、また出した先で当たる、まあ、
た出します、当たる、出します、当たるということで、どん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 足の位置がこう動いてしまって、いつまで経っても当たってしまうということが起こっているんですね。足の裏の位置を固定してあげないと、痛いなと思っているところを加工して出したところで、そっち側に動いてちゃう、逃げちゃうんで、いつまで経っても当たるんですよね。ですので、こういったインソールを入れていただいて、もうこれ以上動かないですよというふうに固定をさせた中で最終的にフィッティングをしてあげると出したところに当たらないということになるので結果的に足の痛みを緩和することができるということなんですね。ですので技術的にも向上する可能性が高くなりますし、ブーツが当たってしまうという非常にこう辛い状況も回避することができますので、ぜひおすすめできるのがこのインソールの特徴なんですけれども、例えば僕が契約している石井スポーツというお店ではインソールのメーカー何個か取り扱いあるんですけれど、僕はこのシャープで特化を持ってきたので、その点で今日は選手の方は次の日に行っていきます。を探してで、そこに、まあ、印というか マーキングをしてで預かりますと。で預かったのを数日かけてお店で出して、でまた出したところが本当にこう当たらないかどうかをお店でもう一回履いていただくっていう作業を繰り返していたんですけど、今のブーツはなんていうんですかね、ブーツ専用のその電子レンジみたいなのがあって、本当電子レンジなんですよ。でそこに入れてで温めますと、でチーンってなるんですけど、チーンってなったブーツを履いていただきますよと。で履いていただくと、もうすでにこうぶつかってる部分が広がって、でしばらくそのまま立っていただくと、形がこう整ってくるの でその形状を記憶した状態でその日のうちにもうお持ち帰りいただけるっていうブーツが結構多いんですね。でコンセプトが実は何種類かあって、例えばアトミックとかサロモンとかであれば、大まかにこうスキーの方の変化としては、やはりこうロッカースキーも含めてたわみをこう綺麗に出すためにスキーをこう傾けていった時によりこう快適に曲がってくれるような構造をメインに今こう作っていますよというところと、スキーブーツに関しては実質的に緩いわけじゃないんですけど、従来に比べると快適になっているモデルが非常に多い中で、それプラス熱成形の機能ですとか、ご自身のその足型にこう合わせていただくための手段というのが非常にこう増えてきておりますので、昔ほどブーツが合わない、ブーツに対するこうお悩みっていうのは、まあ、少しこう減ってきてるのかなと感じております。ただなんとなく今使ってるブーツ合わないよという方いらっしゃいますか？合わない。合わないですか？まあ例えばなんかこう昔すっごいこう気に入ったブーツがあって、でももう劣化しちゃって買い替えざるを得ないみたいな状況であれば、なんかこう。あの時のブーツの方が良かったなみたいなやつはもしかしたらあるかもしれないんですけど、現状そんなにこう極端に変なブーツって今少ないのかなと思うんですけど、ちょっと用具関係はこれ最後の動画ですね。ちゃんと聞く機会も少ないと思うので、あえてこう公開してるんですけれども、まあ、スキー、まあ、難しいんですけれど、そのスキー板よりもやっぱりブーツの方が
大事な部分がやっぱりあるかなと正直思います。で、実際にこう僕が雪上で滑り力を拝見させていただいたときに、ちょっとこうブーツ硬すぎますよとか、あとはこうブーツのサイズきっと大きいですよって滑りから判断すること結構あるんですよ。なので見る人が見ればその原因がブーツのところにあるっていうのは結構分かるぐらいの部分なので、改めてですね、用具の買い替えのタイミングでいいと思うんですけれども、ご自身に合ったブーツっていうのを、今風のこうスキー用具の選び方に合わせながらお選びいただけると良いかなと思います。ここまでで道具絡みのところでご質問等ございますか。最後にまとまった質問の時間を取るんですけれども、はい、はい、ということで、ちょっと喋ってる系の動画が多かったので、ここから後半理論を少し、理論じゃない、雪上の動画を使った理論を少しやっていきたいと思います。やっていいですか。